I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason。 はいどうも、タカチャンネルのタカです。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいております。再生リストをまとめさせていただいております。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、ファイヤーさんのですね、W820NB シリーズの最新作が、発売されることになりましたので、こちらをね、ご紹介しようかなと思います。はい、商品はこちらです。プシュ、はい、こちらのですね W820NB プラスというですね製品になっております。これはですね W820NB っていうものの正当な後継機種になっておりまして、あのエディファイアさん知らない人もいるかと思うんですけども、かなりスパが高いヘッドホン、イヤホンを販売している会社さんになっています。まあその他にもですね、ヘッドホン以外に、スピーカーだったりとかも結構定評がありまして、音質的に言うとですね結構、あの値段が安い割にはですね、解像度およびですね高音域中音域においてはですねかなり頑張っている、メーカーさんになっているので、低音はあんま好きじゃない、高音中域だけでいいから、まあ音質として楽しみたいよっていう人とかには結構うってつけな、会社です。はい、一応エディファイアさん自体の説明もさせていただきましょう。こんな感じになっていまして、1996年にですね設立された会社になっております。製品の創造性および工業デザイン、さらにはですね、技術系研究開発、大規模生産、そういったところにです力を置いておりまして、マーケティングを統合したプロフェッショナルオーディオ機器会社になっています。で、常にオーディオ技術の、まあ、応用とですね実践を重視し、期待以上のサウンド体験で、さらに現在と未来を力強く彩り、皆様のですね、生活をより豊かに、そしてエキサイティングなものにしたいと願っている会社になっていまして、Amazon とかだとこのような形でたくさんの製品が展開されている会社です。で、今回のこの W820NB プラスはですね、前回と、まあ、端的に言うと一番違うところとして、前回の W820NB に関しては、有線接続をしないとハイレゾオーディオっていうのを楽しめなかったんですけども、今回のこのプラスからはですね、ワイヤレスでもですね、ハイレゾオーディオを楽しむことができるようになったので、まあ、僕は iPhone なのであまりこのハイレゾとかは、こう、馴染みはないんですけども、ハイレゾを楽しめるようなラップとか、あとアンプですね、そういったものをお持ちの方はですねぜひ、こちら使ってみてはいかがでしょうか。はい、で、今回のこちらの製品、特徴をご紹介して中身を開けてスペックとかも紹介していこうかなと思うんですけど、特徴としてはこんな感じです。まず実売価格なんですけど、ハイレゾオーディオ言ったら皆さんどれくらいの価格を、まあ想像しますか。だいたい 1,2 万程度っていうのを想像する人多いと思うんですけども、こちらに関しては7000円から、まあ大体セールとかをしない時でも9500円ぐらいでですね、買うことができる製品になっておりますので、結構安めの、まあ、ヘッドホンになっております。で、ノイズキャンセリングもその安い中ついていますし、最大ですね49時間のスタミナバッテリーにもなっていて、ハイレゾにも対応している。で、外音取り込み機能も入っていますので、最近のね、傾向として、外音取り込みとかノイズキャンセリングって結構流行ってると思うんですけど、そういったものも簡易的でもいいので欲しいよっていう人には売って手付けの、まあ、ブランドさんの製品になっています。はい、じゃあ早速ですねこちらのエディファイアの W820NB プラスですね、開封していきたいと思います。開封していきましょう。レッツゴー。はい、皆さんお待たせいたしました。今回紹介するのがこちらです。エディファイアさんから出ている W820NB プラスという製品です。今回はオフホワイトをご提供いただきました。オフホワイトの他にですね、こういった形で様々な色がありまして、まあ男性女性にも取り入れていただきやすいような色の、まあデザインが取り揃えられております。はい、で中身をちょっと早速開けるとですね、中身としてはこんな感じの、まあいわゆるタイプ、C およびUSB の、充電ケーブルと、あとはマニュアル類が、こういう風についてくるのと、あとは、こっち本体ですね。本体がこんな感じでついてきます。はい、本体どうですか。結構シンプルで、まあ樹脂製なので、まあ高級さっていうのはあまりないんですけども、まあそれでもですね7000円には見えないぐらいの、価格ビルドクオリティになってるかなと思います。早速こちらですね、スペックをご紹介させていただきましょう。まずですねこちらスペックなんですけど、形式としてはオーバーヘッド型のヘッドセットになっています。で、インピダンスとしては32オームで、こちらのイヤーカップに関しては長方形の、まあ、いわゆる、スピーカーの、ものを採用しております。で、色に関して
しては、今回はオフホワイトになっていて、先ほども申したようにですね、たくさんの色展開があるといった感じです。はい。で、一応発売年としては2023年の最新機種モデルになっていて、接続方式としては無線の、Bluetooth の最新規格のものを、採用しております。はい。素材なんですけど、ABS 樹脂と、あとここの部分が一応レザーを使っている形になっていますので、この価格帯でここら辺の部分がレザーを使えるっていうのは結構すごいですよね。はい。で、一応レザーに関してはフェイクレザーになっているので、まあ本革ではないんで、だいたい2、3年ぐらいでね、劣化し始めるんじゃないかなと思います。で、本体としてはめちゃめちゃ軽くて 0.22kg。で、静止サイズとしてはちょっと若干ね、小さめなんですけど、19.1×16.5×8.2cm になっております。はい。早速、外観のチェックとかをしていきましょう。はい。外観のチェックですが、まずイヤーカップのところですね。ここを見ていただきたいんですけど、どうですかね。結構このフェイクレザーの部分が落ち着いた雰囲気を出しているので、まあ、ABS 樹脂の部分はちょっと若干ね、チープさを感じるものも、ここら辺のところはそこまでチープさを感じないかなと思います。で、結構低反発が効く素材になっていますので、その分ですね、耳に、当てた時に結構フィット感としては高い方かなと思います。はい。ちょっとここ気になるなって思ったのが、この下にドライバーが入ってるんですけど、ドライバーとね、このイヤーカップの間に、だいたい皆さんヘッドセットってったここにね、ネットが貼ってあると思うんですが、ネットがちょっとね、若干薄いんですよね。ちょっと若干ここの部分の薄さは気になりますが、まあ、この価格帯だったら仕方ないのかなっていうところではありますね。で、一応これに関しては、このヘッドセットのですね、右側の方に、こういう感じでボタン類がすべて集合しておりまして、で、このボタン類でですね、いろいろな、まあ、操作ができます。はい。クリック操作としては、こんな感じになっていまして、電話を取るとか、電話を、まあ、拒否するとかですね、曲戻し、曲送り、あとは再生停止とか、そういったものも含めてですね、まあ、タップの回数によって決まっている形になっています。まあ、位置的にはですね、これなんですけど、こちらなんですけど、まあ、実際ですね、装着した時には、ここの後ろ側に来る形になっていて、指自体もすごい届きやすい位置のここの部分にあるので、全然ね、まあ、操作のしにくさっていうのは特にないかなとは思います。はい。で、反応速度に関しては、ボタンを押してからすぐに、まあ、こう、音量の上げ下げ含めてですね、しっかりとできる形になっていますので、ストレスなく、操作っていうのは完了できるかなと思いますね。で、ちょっと物理ボタンにはなるので、押すたびにカチカチカチと、まあ、この耳の中で声はするんですけど、まあ、ここがちょっと音楽を聞くときとか動画聞くときに、若干ストレスに感じてしまう人もいるかもしれませんが、ある程度ね、音を流していれば、音っていうのも少しは軽減されますので、無音の時はちょっとね、若干カチカチカチっていう音が気になりますが、それほど、重要視するようなデメリットではないかなっていうふうには思います。はい。この他外観としてですね、一応ヘッドホンのこの音を聞く部分の、このところに穴が開いていまして、まあ、これ何かっていうとですね、まあ、いわゆる、外音取り込みするためのマイクが、入っている感じになっております。なので、ちょっとこういう、ホワイト系だと、穴が結構目立つんですけど、もしこれ気になるよって人は、ブラック系とかだと、全くもって気にならないかなと思いますので、まあ、色の選択っていうところをですね、ぜひホワイトじゃなくブラックとか、そういったものを試してみてはいかがでしょうか。はい。で、早速、こちら、音質テストやっていこうかなと思います。今回、音質テストとしては、ロック調の音楽と、あとはですね、バラード系の音楽を、聞いていこうかなと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、皆さん、いかがだったでしょうか？音結構良くなかったですか？まあ、最初言ったようにですね、低音は、やっぱり聞こえないわけではないんですけど、中高域に比べると、やっぱりちょっと弱いかなっていうイメージでした。で、僕が普段使ってるのは、ソニーさんとか、アップルさんとかを使ってるんですけど、アップルさんもソニーさんも結構ね、低音に関しては強いんですよね。で、解像の音の広がり感っていうのも結構強いんで、まあ、それに比べると、やっぱり7000円の実力値と、やっぱ2、3万とかするようなヘッドセットとは、やっぱりこう、差は開いてくるな、
なとは思うものも、やっぱり、まあ、この価格帯でこれだけのクオリティのクリアな音質が出せているのは結構すごいことなので、まあ、まずは Bluetooth ヘッドホンが欲しいよっていう人とかはですね、試しに買ってみるっていうだけでも本当にこの音質ぐらいだったら許容できる範囲かなと思います。一応これに関しては中にですね、40ミリの複合振動板発音大型ユニットっていうものをこの中に含んでいますので、その分ですね、LDAC、ハイレゾ音源とかそういう高音質の、まあ、いわゆる音楽をですね、十分に、楽しんでいただけるかなと思います。実際僕自身ですね、これ、届いてから、皆さんに聞いていただいた曲以外にもですね、ウーバーワールドさんとか、ワンオクロック、あとは映画とかも数本ちょっと見たりとかも、させていただいたりとかもしたんですけど、まあ実際映画見るのにも良かったし、まあそれこそね、音楽を視聴するっていうのも全然苦じゃなかったので、いいと思いますよ、これは。うん。で、ちなみに演奏速度の比較としてはですね、こんな感じになっておりまして、LDAC の場合は 990kbps で、Qualcomm、AptX とかも対応してるんですけど、こちらは、576kbps で、AAC の場合は512kbps、SBC の場合は 328kbps とですね、かなり高い転送速度も叩き上げていますので、まあ、7000円でこれができるって考えたらね、まあ、すごいんじゃないでしょうか。はい。で、続いてですね、ノイズキャンセリング音っていうのをちょっと試してもらいたいんですけど、ノイズキャンセリングする場合は、ここのヘッドセットに M っていう表記のボタンがあるんですよ。これ一回押していただくと切り替えが可能です。で、一応ノイズキャンセリングに関しては、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングっていうものを採用しておりまして、通勤とかオフィス、そしてですね、まあ、旅行とか、そういったシーンとかでですね、つけていただいたときに、まあ、周りのですね、音をかき消してくれてですね、まあ、少しでも、こう、静寂な空間でですね、音楽及びコンテンツを楽しむことができます。で、もう一つこれ、アンビエントモードっていうのがあって、これ何かっていうと、外音取り込みっていうものなんですけど、これに関しても、7段階の外音取り込みがついていますので、このヘッドホンしたまま、相手の会話を聞き取りたいよっていう人にも、うってつけの製品かなと思います。ノイズキャンセリングに関しては、今、気化した状態にしてるんですけど、この状態で、こうした場合、まあ、音が全くもってゼロになることはないです。なんですけど、今叩いた音が、だいたいですね、40% から 50% 半減されるような感じのイメージにはなっているので、全くもって聞こえなくさせるんだったら、例えばね、ノイズキャンセリングを使用した状態で、音楽を聞く。それであれば、聞かせることは可能かなと思います。それだったらね、正直言って、外音に関して、ですね、全くもって不愉快感がないかなって感じです。実際に今音楽つけた状態でこうやっても音は聞こえない感じになって、流した音の大きさとしても真ん中ぐらいの音でまあ大体聞こえなくなるので、プラスオン音楽を付け加えることでノイズキャンセリングっていうのは、確立するんじゃないかなっていうところですね。で、外音取り込みに関しては、M モードをもう一回押すと、これ、切り替えることができまして、これ一応7段階の、まあ、いわゆるですね、外音取り込みになっております。で、外音取り込み、今聞いてる感じとしては、なんか、どちらかというとですね、AirPods Pro とか、そういったもののノイズ、外音取り込みとは違って、なんかちょっとね、機械チックな感じ、システム音ではないんだけども、なんかこう、自然な感じとはまたちょっと違った。ワン空間ここの間に入った感じで向こうの音が聞こえる感じになってるので、集音機みたいなのをイヤホンで聞いてるような感覚になってるので、やっぱり 2,3 万円台とかもっと上のものと比べるとちょっと、まあ、機能的には目を取りするかなっていう感じはします。はい。でもね、ついてたらまあ、便利ではあるので、まあ、まあ、ないよりはいいかなっていうような感じのイメージですね。それでは最後にですね、こちらの Edifier W820NB のですね、マイク音質を実際ソニーの WEKの、最新バージョンとですね、比較していただいて、どれぐらいの音質が違うのかっていうのを見ていただいてですね、最後まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい、どうも、タカチャンネルのタカでございます。こちらエディファイヤーのですね、 W820NB プラスというモデルで録音をしております。皆さんどのように聞こえてますでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。破裂音テスト入ります。パピプペポ、どのように聞こえてますでしょうか。はい、どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どのように聞こえてますでしょうか。こちら WH1000X M5 で撮影をしております。破裂音テスト入ります。パピプペポ、どのように聞こえてますでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。マイク音質としても、結構
構クリアに聞こえてたかなというふうに思います。個人的にはマイク音質は3、4万台のものと比べてもですね、見劣りしないぐらいクリアなものになっていて、聞き取りにくさっていうのは全くなかったです。で、波打ちっていうのも特にないので、個人的にはマイク音質かなり優秀だなって感じました。で、やはりですね、こちらのイヤホン、1万円以下で全ての機能が揃うっていうところを考えると、やはりエディファイアさんかなりですね、このコスパっていうところは、高すぎるなっていうふうに思っていて、アンカーさんとかサウンドピースさん、もちろん安くていいブランドではあるんですけども、それよりもさらに安くこう仕上げてきた、このクオリティはかなりすごいかなと思いました。まあ、使ってみた感じとしてですね、かなりこうコスパも高いですし、ブルースタイプのヘッドホンが欲しい人のですね、でもお金があんまり出したくないっていう人にはですね、第一候補として入れていただくには十分なスペック及び、まあこのクオリティではないかなというふうに思います。はい、今回はこんな感じで W820NBプラスの、レビューをさせていただきました。ぜひ皆さん、こちらのですね、W820NB プラス、使ってみてはいかがでしょうか。はい、僕の動画ではこのような形でですね、いろいろなガジェットを、紹介させていただいているチャンネルになっておりますので、次回の動画までにですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの、視聴ありがとう。